ではでは次は遠いところから来てくれましたアミタン娘さんお願いします。その2人の世界の設定、あ、夢から覚めた夢の設定が、とある女の子が女の子に声をかけてスタートするんですけれども、そのアミタン娘の、小説の設定が、カノンがセシルに声をかけるところから物語が始まるので、すごく設定が似ているということで、今日はその作品を歌わせていただきたいと思います。それではお願いします。
ありがとうございます。はい、先ほどからアミタ娘アミタ娘言ってるんですけど、皆さん多分アミタ娘のことを知ってる人が少ないかなと思ったので、今回特別に、特別というか初めてフリップを作ってご紹介させていただくことになりました。今日は少しでもアミタ娘のことを知って帰ってください。はい、ではアミタ娘とはご説明させていただきます。じゃじゃん。まずアミタンとは何なのかということなんですけど、富山県高岡市に高岡大仏という大仏があります。これは高岡市にある阿弥陀如来像になりまして、日本三大大仏の一つとなります。皆さん三大大仏ってご存知でしょうか？一番目が奈良の東大寺の大仏になります。二番目が鎌倉大仏で、三番目はちょっと諸説あるんですけれども、高岡大仏が今回、そうですね、私たちは高岡大仏推しで行ってます。はい、与謝野晶子が、高岡を訪れた際に鎌倉大仏より一段と美男という言葉を残して帰っていったそうです。今で言うとあーイケメンっていう感じですよね、うん、きっとそういう感じで、はい、そんな感じで、阿弥陀様イコール阿弥陀という感じ、はい、もじって阿弥陀っていう名前がつきました。はい、そしてそもそもこの阿弥陀娘の絵を描いたのは誰なのっていう話なんですけど、デザインはですね、松原さんご存知ですか？桜大戦やあー女神様を描かれた、今は、エヴァンゲリオンの作画監督として活躍されている松原さんが高岡市ご出身だということで、高岡市民のために、高岡を広めるために描いてくださったものになります。はい、その松原さんがデザインしてくださった先ほどのアミタンなんですけども、こんなちっちゃい形をしています。そのアミタンが変身するとこの阿弥陀様になります。で、阿弥陀はどうすると変身するかということなんですけど、高岡の町に、活気が戻って人であふれ返った、うんね、例えばお祭りとかですね、のような時とか、あと悪者がお話の中で侵略してきてそれをやっつけた時にわーっていう感じで阿弥陀様、本来のイケメンの姿に戻ることができる、はい、っていう設定になってます、はい、で普段は、はい、私たちにしか阿弥陀娘にしか見えないという設定なので、まあ、ここら辺でね、皆さんの見えないところで応援して今日もくれてます。はい、はい、続いてカノンとセシルの紹介になります。私カノンは、普段は、まあ、カノンもセシルも小学校5年生の設定でとても小さいんです。それが、先ほど言ったように阿弥陀がどうにかしてって言って私たちに法力をかけてくれるとこういうルックスに、はい、なりまして、戦ったりとかですね、お祭りを応援したりとかするわけなんですけど、そのカノンはちなみに性格が明るく活発好奇心旺盛です。趣味はスポーツ、特技はダンスになります。なのでダンスがね、今日も披露し頑張ってしてます。はい、はい、私セシルです。セシルも小さい子から法力をかけられて大きい子にこの姿になれているのは全く一緒です。性格は面倒見が良い性格でちょっと天然とのことです。趣味が、旅行アニメ、特技が写真を撮影すること、絵を描くこと、ちょっとインドアな女の子になります。はい、ちなみに先ほどちょっと話も出しましたが、私たち、アミタン娘の公式コスプレイヤーというのは実は7人います。富山県にいる富山組と東京にいる東京組と分かれておりまして、さらにカノンの子とセシルの子に分かれてます。今回は特にステージパフォーマンスということでダンスが私たち得意なので、クオリカノンとホリセシルでやってまいりました。その時々のイベントの特性に応じてそのキャラクターに、キャラクターというか条件に合った子が、登場するような感じになるので、イベントごとに登場するパフォーマー異なりますので、ぜひいろんなイベントに足を運んでいろんなカノンやセシルと会ってみてください。はい、はい、ではどういう活動を、はい、今してるかというと、はい、新聞での連載今主な活動としてあります。富山県内の3社3新聞で連載されてます。読売新聞、富山新聞、北陸中日新聞の3社ですね。で、読売新聞社では、高岡市役所阿弥陀課という小説が連載されてます。
これはこの絵なんですけど、市役所の男性職員がアイドルをプロデュースするというちょっと裏ストーリーのような感じになります、はいはい、富山新聞社はアミタン娘ザ・ノベル、これはカノンとセシルが高岡の街で大活躍するという話になって、はい、話ですね、はい、で北陸中日新聞のアミタンタイムズは小説ではなくてこの4コマ漫画の連載になります、はい、全部ネットで読めますね、はい、なのでよかったら見てください。そしてアミタン娘、実は巷で実はちょっとね人気じゃないですね、有名になったきっかけがですねパズドラに出たことなんです。高岡市ダンジョンというのが5回出てきてます。なんで高岡市ばっかりコラボするんだっていう話があるんですけど、パズドラのプロデューサーさん山本 P がですね高岡市出身で駅前を降りたところにあるアミタン娘のタペストリーを見てもうこれはコラボするしかないって言ってくださったことがきっかけで市役所にお話が来てっていうところからこのアミタン娘、はい、というかアミタンが登場して、まあ、私たちも登場させていただけることになりました。次ご存知の方も多いと思うんですけど、MMD のモデルが、アミタン娘のホームページで配布されています。MMD というのは、キャラクターがそこに音楽だとか動きのプログラムを入れると自動的にキャラクターが踊り出す、3DCG のシステムになります。ニコニコ動画や YouTube にアミタン娘のいろいろな MMD のダンス動画が上がっているのでぜひ見てみてください。はい、ニコニコ動画に MMD 杯という MMD を使ったコンテスト、動画のコンテストがあるんですけれども、そこでは高岡市長賞というのが最近初めて設立されました。自治体の名前がついている賞というのは歴代初めてということで、これもかなり大変話題になりました。はい、はい、そして地元ではアミタン娘のラッピング電車見ることができます。二十何両に一両しかなくって氷見線と城花線というところで走っております。そしてラッピングバス、2色のバスがありまして、これも市内で見ることができます。その他にも、先ほど言いました駅にかかっている大きなタペストリーがかかっているので、それもね、よかったら高岡に来たらぜひ一緒に写真を撮ってください。そして商店街にもシャッターがあります。ぜひ見つけてください。はい、はい、次は、今日もあちらの方で販売してるんですけれども、アミタン娘のグッズの中からおすすめのグッズを3つご紹介したいと思います。一番おすすめなのがいちごパイです。こちらですね、400いくらのすごく安いお値段 で、ね、10枚以上入っていてとてもお得になっているので、はい、ぜひ。高岡の駅では結構売り切れることが多いので今日はたくさん持ってきたのでぜひ皆さん一つと言わず二つ三つ買っていてください。二つ目がマフラータオルです。じゃじゃん、普通のタオルよりも幅が細くて長くなってて首に巻いて縛ったりして運動したり踊ったりするのですごく使いやすいアイテム。はい、カノンダンスが得意なのでこれが一押しのアイテムになってます。そしてゆくゆくね、私たち今公式の曲がないんですよ。なのでいろんなところからこう曲を引っ張ってきてやってるわけなんですけど、ゆくゆくね自分たちの曲でこれをねこうやって振り回して皆さんが応援してくれるようになったらいいなって思ってます。はい、3つ目がクリアファイルになります。これは2柄あるんですけどとても可愛いクリアファイルありますのでこれもぜひチェックしてみてください。この3つ以外にも、ポスター、ステッカー、コースター、ピンバッジ、T シャツ、エコバッグなどなどたくさんアイテム取り揃えているので、はい、ぜひ見ていってください。はい、そしてですね、ちょっと関係ある方と関係ない方いると思うんですけど、2015年3月に北陸新幹線が開通します。よかったらこれのグランクラスに乗って高岡に遊びに来てください。はい、はい、そんなわけでこんな感じで活動してます。これからもアミタン娘と高岡市を応援どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、アミタン娘で検索ぜひしてください。はい、ツイッターも公式ホームページもあります。ぜひチェックしてください。次はまたダンスをするんですけど、富山弁のラブソングっていうのがあるんですよ。なのでそれをちょっと富山弁のことも少し知ってもらいたいなということで
振り付けをしたので、ちょっとよかったら一緒に手叩いたりとか、なんかイエーってやったりして盛り上がっていただけると嬉しいです。はい、お願いします。自分でもよう分からないぜやけど胸の奥から痛む。
ただけるとありがたいです。ごめんなさい、一旦椅子をですね全部出したいので皆さん一旦出ていただいて再入場します、はい、あ、そうなんですね。なのですいません、一度出てください。